D ポイントクラブ、D 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 ポイントクラブは NTT ドコモが提供している入会金、年会費無料のポイントプログラム。法人向けの同様のサービスでドコモビジネスプレミアクラブがある。以前の名称はドコモプレミアクラブ、ドコモプルミエクラブだった。1998年11月にスタートしたクラブドコモが前身。当初は入会条件はなく、ポイントサービスもクラブドコモ会員のみであった。会員証提示により、提携店舗で割引等のサービスが受けられた。2001年4月より、同社の携帯電話の契約者すべてを対象としたドコモポイントサービスの開始にあたり、1回線あたり、直近2ヶ月の利用額が月額8000円以上もしくは一括請求もしくはファミリー割引を利用していて5回線以上契約しているという入会条件ができた。差別化のためドコモポイントサービスでは500ポイントで1000円割引だったのに対しクラブドコモでは500ポイントで2000円割引としたポイント付与条件はどちらも利用100円ごとに1ポイント。2004年4月1日より入会条件を撤廃の上、ドコモプレミアクラブとしてリニューアル。クラブドコモ会員は原則としてドコモプレミアクラブ会員へと移行させた。ドコモの PC 上のユーザーサイトであるマイドコモサイトから入会の申し込みやポイントの確認ができる。フォーマ、サイ、ワイドスター、パケット通信の個人利用者が対象で、ポイント優遇や入会者限定サービスの提供を行っている。入会金、年会費は無料で入会条件はない。入会は任意であるが、特に申し出がない限り、新規契約と同時に入会となっている場合が大半である。法人向けサービスにビジネスプレミアクラブというものもある。2015年12月1日に、ドコモポイントから D ポイントへの改称に伴い、本サービスも D ポイントクラブへ名称が変更。インコ、オウムという説もあるの兄弟、キャラクター、ポイインコ、コエロッチの二人のみ、もしくは中条あやみ、もしくはドコモのことを取材している、記者役として CM 出演している人のうちの誰かと共に、出演する D ポイント D カードのテレビ CM シリーズも待って2016年6月10日に本サービスで使用されるポイントカードがお財布携帯に対応し対応機器を設置した加盟店においてはスマートフォン等をかざすことでポイントの取得や利が可能となった。お財布携帯でポイントを取得した際にはピポというポイント取得音が鳴動する。旧称ドコモポイント。1ポイント1円消費税込みで換算し100ポイント、108円単位で、携帯電話機や付属品の購入等に充当できる。会員は、各種商品、トラベルコース、エンターテイメントコース、グルメコース、リビンググッズコース、ドコモオリジナルコースとの交換もできる。会員は、前年の利用実績に応じて、ステージポイントが付与され、年間累計 SP で4月から翌年3月までのステージが決められ、利用額100円ごとの付与率が決まる。2008年4月より、継続利用期間もステージ決定条件に加わった。2011年4月付与分からは、未入会及びプレミアステージアルファを除くすべてのステージのポイント数が変更になった。2015年12月1日より、D ポイントへと改称し、ドコモ以外の加盟店でも使える。共通ポイントサービスへ衣替えした。D ポイントクラブのステージは以下の通り。付与対象は基本料金、付加サービス利用料金、無料通話超過分で、消費税、i モード情報料、各種手数料、支払い延滞利息等は含まない。D ポイントクラブサイトでアンケート、モバイルリサーチアンケートに回答すると、ポイントが付与される。ポイントはアンケートごとに異なる。各種クレジットカードやインターネットサイト等の提携企業で得たポイントを D ポイントに交換できる。交換率は提携企業により異なる。NTT ドコモや提携企業の各種キャンペーンの参加等でポイントが付与される。提携企業では割引利用できる。新規契約年の12月までに各ステージ条件 1000SP、1500SP、2500SP に到達するごとに1000ポイント付与される。ドコモが2018年4月から開始した QR バーコード決済サービスである。iD との違いは D ポイントとリンクしており、ネット利用では税込み100円ごと、実店舗では税込み200円ごとにポイントが付与される。決済は携帯電話料金との合算払いの他にクレジットカード決済がある。ステージ決定条件に継続利用期間が標準採用されたことにより以下のサービスが終了となった。安心サポートはブラックベリー 8707H や HTCZ などのメーカーブランドは対象外となるが、代わりにメーカーブランド端末安心サービスといった端末のサポートがある。ドコモショップの店頭ではなく、サポートセンターへ電話し、センドバック方式の保守となる。NTT ドコモがクレジットカード各社と提携したドコモカードを発行していた。ドコモプレミアクラブとクレジット機能が一つになったと案内されており、上記に加えて、さらなるサービスを受けることができた。2007年9月28日をもって、新規会員受付を終了。2008年9月30日以降、順次、ドコモカードの更新を停止し、サービスを廃止した。いずれも携帯電話料金の支払いを、ドコモカードで登録している場合に適用となった。ドコモカードで携帯保証は、加えて、保証超過代金をドコモカードで支払う場合に適用。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。